田遅刻したら何する？いや、もういいよ。もういいよ。もういい、ね、遅刻の話は。いや、次遅刻したら。おっしゃってもらっちゃうね。いや、次遅刻したら。いや、もういいでしょ。次遅刻したら、何します？え、もうしないでしょ。うん、いや、しないですけど、でも結構な意見じゃん、うん、前回缶コーヒーを買うっていうお金で解決やったからもう全然違うのよ。ひどいか、なんか行きましょう、行けるの、うん、タトゥーで、あ、いや、おかしいな。え、でも遅刻しないもんね、うん、いや、しないですけど、うん、万が一してタトゥーは重すぎるでしょ。いや、そんな悪い意味とかじゃなくて、あれは、いい意味、いい意味、いい意味、どういうこと？マスク、マスクのタトゥー、あー、結構いいな、なるほどね。要はマスクしてる、真っ白になっちゃう。うんうん、白い白でもいいし、ちょっとあの青っぽい医療用のやつでもいいし。いやいや、おかしいから。ドクターの顔にタトゥーはまずもうないでしょ。背中にじゃあマスク。背中に、いや、意味がどういう意味？背中にドクターのメッセージはどういうメッセージなの？背中にも口あるぞ。いや、ないし。喋っていくぞ。で、背中も、いや、背中で喋っていく。意味わかんなすぎる。背中で語る。ああ、そう、王じゃないよ。ダメだよ。自分が言っちゃった。自分で言ってる。背中に。押しだの背中入れよ。で、まずそこの背中にタトゥーでこう、どん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 。いや、キモい、キモい。背中のマトリョーシカ。背中のマトリョーシカって何？背中マトリョーシカ。いや、ないから。手入れよ。そんな単語ないから。手入れよ。手入れる？手入れよ。なんで手入れよ？手入れよ。なんで手入れよ。背中のことだよ。ダメだよ。あと何？好きなバンドとか。ああ、何？ラッドウィンプス。あ、じゃあいいじゃん。あ、マジで。いや、好きですけど、さすがにちょっとタトゥーとして入れるのはここに入れてる。ラッドウィンプス。ああ、いいや、いいジャンプ。もう隠せないで、ここにラッドウィンプスって。いや、なんでマイク・タイソンみたいに入れない。後藤真希の弟のやつか。いやいや、ラッドウィンプスの天ぷら。いやいや、天ぷらもいいから。あ、じゃあ分かる、もう俺、逆立ちで。はい、逆立ちします。次遅刻したら逆立ちで。逆立ち、はい、決まり。何これ、ズーじゃなくてさ、決まり。